どうもこんにちは。埼玉で音楽講習したりサークル主催をしております、シンガーソングライターのトモキと申します。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとまあオリジナル曲私作っておりまして、まあ、シンガーソングライターというからには作って歌ってっていうところなんですけど、まあ、ちょっと少しだけ曲を披露させていただこうかと思っております。ごめんなさい、手前味噌では話でしょ申し訳ないんですけど、まあ普段はねレッスン動画とか、まあ、いろいろね生きるコツなんかもお話してるんですけど、作品の披露こんな感じで歌ってますよってことで、聞いていただければと思います。ちょっと最初に一曲というかワンフレーズ、ワンコーラスですね、聞いていただいて、ちょっとその辺の、歌の感じと歌に込めた思いをその後お話しさせていただきたいと思いますので、ぜひ聞いてください。曲デイドリームという曲です。いつかあなたはたどり着けるだろう、描いた夢のその果てと。あと少しそのわずかな距離が届かなくて、誰にも言えない心の闇を一人抱えていた。回り道あと戻り何度も繰り返して、それでもその歩みを止めることはなかった。いつだって忘れることのなかったその想いが、それだけが前へと進む力となって、背負った闇がたとえ大きく深くても人を照らす大きな温かい光となれ。ということで、デイドリームという曲を一番だけ歌わせていただきました。ちょっとね、過去にもなんか1回か2回ちょっと歌ったことはあるんですけど、まあ、改めて私の代表曲となりますので、ちょっと自己紹介を踏まえて、一番だけね歌わせていただきました。で、このデイドリームという曲なんですけど、まあ普段からお話ししてます。ミックスボイス、高い声ポーンとこう力強い歌でね、声で歌うのが皆さん多分よくご覧いただいた方はね見てると思うんですけど、使ってます。で、私もそういう高い声をもう自由に出せるようになりたいって思ってました、昔はね。で、今も、まあ、まだまだ練習する要素はねあるんですけど、まあ、そのミックスボイスをできるようになって、まあできるようになって、さらにそれをいつでもできるように自由に、だからできるようになってからもできる日できない日がいっぱいあったりとかするん で、それをなるべくいつでもいつもの通りにできるようになって、ようやくあ、これミックスボイス使えるような歌作ろうと思って作ったのがこの曲です。デイドリームっていう曲なんで、まあいきなり冒頭からちょっとポーンと高めな歌になってると思うんですけど、まあこれをまあ別に、なんだろうな、これ見よがしにやる感じっていうとちょっと聞こえ悪いですけど、まあそうやって自分が例えばミックスボイス高い声出せるようになりたい、で練習する、でその練習を本当にできるようになるのっていう不安とかこう疑問とかね、もちろん持つと思うんですけど、いや、ちゃんとやればできるようになるっていうことを歌で表現したっていうのでもいいようなところがございます。もちろんそのまあミックスボイスの話でしたけど、それ以外の何でしょう、ビジネスでね、新しい資格取りたいとか、転職とかね、独立起業したいんだけどっていういろんな不安あると思うんですけど、まあ、そういう不安大丈夫できるようになるよっていうことを、歌った思いを込めた曲です。デイドリームっていう、ちょっとデイドリームビリーバーっていうね曲がございますが、それとはまたちょっと違う趣旨なんですけど、デイってまあ日中で、ドリームっていうのはまあ夢、まあドリーマーなんで、デイドリームか、まあ、夢ですよね。日中見る夢みたいな、白昼夢みたいな感じで、あ、そうか、訳されるんですけど、それは違います。私の中でのデイドリームはもう日頃から見ている夢、常に見ている夢、自分の中では夢か現実かわからないぐらい、身近なもので、もう自分のものとして考えている夢っていうことです。まあ、つまりもう実現しちゃってるよ、実現してもおかしくない夢だよ、
どんだけでかくても、うん、まあでかすぎたらちょっとすぐにはわかりませんが、まあ自分が目標としている夢があったとしたら、それはできるかなではなく、もうできると思って、立ち向かってほしいなっていう気持ちを込めて作った曲です。デイドリームですね。なので、まあ、ミックスボイス練習してる方とか、新しい事業を起こそうと思って不安な方とか、まあ、何かこう背中をね押せる、まあフルコーラスじゃないんでちょっとまだまだ分かりませんが、まあ機会があればフルコーラスもまたどっかで歌わせていただきたいと思いますが、これを機会にちょっとまたよし明日から頑張ろうと思っていただければ、嬉しい限りでございます。ちょっと今日はね、レッスンの話とかちょっとお話よりも曲一曲一番だけ歌って、その曲の、まあ、解説というか思いをお話しさせていただきました。またねちょっとこの要望があれば、こんな感じで動画出しをしながらコメント欄などいただければ、お答えできるように頑張りますんで、ぜひお気軽にいいねボタン、お気に入り登録もね、あ、お気に入り登録していただいて人数増えてきたら、今度ライブ配信でライブなんかもちょっと考えてますんで、ぜひぜひちょっとまだやるには早いので皆さんのお気に入り登録を心よりお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。いいね。